こんばんは、クローズアップ現代です。今夜は菅官房長官をお迎えしています。政治部の原記者とともに聞いてまいります。まず長官、はい、日朝協議をめぐる進展がありました、はい、北朝鮮が設置する特別調査委員会が、実効性のあるものと判断されて、一部制裁解除ということが発表されたわけですけれども、はい、拉致被害者の家族の方々ですけれども、これまで繰り返し北朝鮮には裏切られ、翻弄されてきた、はい、横田早紀江さんは、その拉致されている被害者の消息が具体的に分かった段階で、制裁を解除してほしかったというふうにもおっしゃっているんですけども、この家族の方々の声というのはどのように聞きになりますか。まずですね、今回ですね、長年にわたりこの固く閉ざされた扉ですよね。この扉をまずようやく開けることができたわけですね。このことは安倍政権はですね、まさに拉致問題は安倍政権、安倍総理の下で解決するという強い決意の下でですね、私どもありとあらゆる可能性にかけてですね、今日まで取り組んできました。その結果としてですね、今回ですね、ようやくこの扉が開けることができてですね、で、スタートラインにこれ立つことができたというふうに思っています。制裁の解除についてはですね、これ明日閣議決定を行って、発表するわけですけども、ここに至るまでもさまざまな交渉があったということであります。そして今回ですね、4月1日に日朝の政府間交渉をこれやりました。そこの最大の焦点はですね、その北朝鮮側 の、 その調査機関、全ての組織、そうしたものを調査することができる機関を設置するということで、かつて合意してましたので、それに当たるかどうかということについてですね、一番この難解となく、これは集中的に質疑を行ったと。その結果としてですね、国防委員会や、国家安全保衛部というですね、まさにこの最高指導機関である特別な、そこから権限を持ったそうした機関を発表したわけでありますので、政府としてはですね、さまざまな観点、これ考えてですね、この一定のこの体制を整えたという判断をして、明日正式に閣議決定をして解除する、そういう方向になったということです。家族の思いには裏切らない、全く家族の皆さんもですね、まず交渉してほしい、交渉が始まらなきゃ何もできないわけですから、ここは家族の皆さんもですね、やはりとにかく交渉を始めてほしいという強い要望だった。交渉を始めるにあたってですね、それは北朝鮮からさまざまなこれは要求もありますし、私たちの考え方もありますから、そういう中でまず交渉できることになるためにですね、本気度を私たちは調べた上でですね、そこは解除に踏み切ると、そういうことです。長官、次の展開でですね、最も重視するタイミングとかですね、今後の見通しってはどういうふうにご覧になってるんですか。これについてはですね、とにかくだらだらだらとですね、これやることは絶対まかりならないと私も思ってますから、この日朝の間でですね、文書を交わされましたね、ストックホルムで、その際に私はまず期限を決めるべきだという形で、1年以内という話をしました。そうしたら4月1日のですね、今回の協議で、1年ということには留意するということまでなりました。そしてこの夏の終わりから秋の初めにかけてですね、まず調査した結果、第一報というものを報告をするという、そういうことにもなってますので、そうしたものを受けてですね、日本から北朝鮮に行って、日本の調査団の滞在とかですね、あるいは関係者の面談だとか、あるいは関係者が生活を知る部分に日本の調査の足を踏み入れるとか、そういうことについてもですね、合意をいたしておりますので、まず立ち上げて、その第一報のですね、報告、
そうしたことが一つの山になるだろうというふうに、まず最初の山になるというふうに思っています。かなり本気だという感触はありますか？今回のですね、まあ、陣容を見てみますと、そこは全体の最高指導機関である国務委員会からこの委員会に特別なこの権限を付与される。そこの日本で言えばですね、副総理級の人が今度委員長になりますから、そこの陣容としては私たちは整っているというふうに思います。ただ今までさまざまなことをですね、我が国は経験をしています。ですからそこは慎重な上にも慎重にですね、ここはしっかりと対応していきたいというふうに思っています。はい、この後も菅官房長官にお聞きしてまいります。はい。